オーストラリアコンパクト電波干渉計4機のパラボラアンテナが見えている。オーストラリアコンパクト電波干渉計はオーストラリア国立望遠鏡機構が運営を行う電波望遠鏡である。オーストラリアニューサウスウェールズ州にある。現在稼働中の電波干渉計としては唯一南半球に立地し、北半球の望遠鏡からでは観測することのできない。 南天の天体の観測に威力を発揮している。あってかは、合計22メートルのパラボラアンテナ6機からなる電波干渉系である。6機のアンテナの内5機は、東西3キロメートル南北214メートルの T 字型のレールの上に配置され、もう1機は、東西レールの西の端からさらに西に3キロメートルのところに固定されている。 5機のアンテナの位置を年に何度か変更することによって、様々な基地船長での観測を可能にしている。これは、カメラのズームレンズを広角より望遠よりにするのと同じ効果を生み出し、様々な天体の観測に用いられる。名前に、コンパクトと入っているのは、オーストラリア国内8機の電波望遠鏡を結合した VLBI システムである。 長期戦電波干渉系と区別するためである。ありがとうございます。